チャールズ・ダニエルズはアメリカ合衆国の男性競泳選手。夏季オリンピックで通算4個の金メダルを含む計7個のメダルを獲得している。ダニエルズはアメリカ水泳界で最初の偉大な泳者であったと同時にアメリカスポーツ界の成長に大きな影響を与えた人物でもあった。彼は当時主流であったオーストラリアンクロールを改良して6ビートの新しい 英法を編み出し、これはアメリカンクロールと呼ばれるようになった。また、AAU で31の個人記録を作り、自由型競技のうち25ヤードから1マイルまでの全ての距離の種目で世界記録を打ち立てた。一方で、ダニエルズは多彩なアスリートでもあった。少年時代にスモールボアライフルのジュニアチャンピオンになったことや、ニューヨークアスレチッククラブのスカッシュのチャンピオンになった。 こともあった。また、晩年には、アマチュアゴルフのトップランクの選手でもあった。彼は、弁護士の父トーマスと、被服症の娘である母、アリスの間に生まれた。二人の間には、チャールズと弟が生まれたが、弟は幼い時に亡くなっている。ダニエルズ一家が何歳までデートンに住んでいたかは、定かではないが、後に、ニューヨークに引っ越している。ドゥワイト高校に入学した、彼は、 陸上の一枚ルソーと高飛びの選手となり、またバスケットボールチームのキャプテンを務めた。この頃、ニューヨークアスレチッククラブに頻繁に行き始めるようになり、水泳に興味を抱くようになった。ダニエルズは、競泳選手となったきっかけを孫娘にしばしば語って、聞かせたという。彼は、ニューヨークで開かれた、ある100ヤード競技のタイムを聞き、そのタイムに対抗できるだろうかと考えた。 そこで、ニューヨーク州東部のアディロンダック山地の山中に100ヤードと思われるコースを測り、タイムを計測した。これが優勝タイムに匹敵するものであったことから、ニューヨークに戻りニューヨークアスレチッククラブでの大会に出場した。しかし、彼はイエール大学水泳部のキャプテンの前に完璧に敗れてしまった。手作りのコースに戻ってからほどなく、 彼はコースが90ヤードの長さしかなかったことを知る。それから彼はコースを作り直すとともに練習を再開し、タイムを短縮することを決心した。ダニエルズは1911年に26歳で、競泳の世界から引退するまでに国内選手権で53回英館に輝いたほか、競泳競技で合計314回も勝利している。六十年後のインタビューでダニエルズは、 現在の記録は自分が当時打ち立てたものより随分と短縮されているが、その頃とはトレーニングの環境が大きく異なることをみんな理解すべきだとコメントしている。当時の選手たちは肩紐に加え膝までパンツがあるという全身を覆ったスタイルの水着を着用して争っていた。また、大会は時に海や川で開催されることもあり。 コンディションは天気によって大きな影響を受けていた。1909年、ダニエルズは AU から年間最優秀アスリートに選出された。また、アメリカ合衆国オリンピック殿堂入りのほか、国際水泳連盟による国際水泳殿堂、ヘルムズ財団伝道の各殿堂入りも果たしている。ありがとうございます。